あの馬は牛じゃないですか。聞いたろ、来る前に。おーい、鉄の塊に人参食わせようとするぞ。そんな、まさか人参買ってる。エレン、何をぼんやりしてるんだよ、エレン。僕たち外の世界にいるんだよ。おい、離れて歩くな。お前は特に。これが海の向こう側なんだよ。これください。はい、どうも。サシャ、冷てばい。これ名前。おお、俺にも一つください。俺も。おい、お前らもこれ食ってみろよ。あっちからいい匂いが。ニコロが言ってるやつかもな。あと3つください。あいつら目立つなと。あれほど。そこの僕、甘いキャンディーは、君だよ。ちびっこギャングかな。エレンも食べて。アイスか。知ってたの。親父の記憶で知ってるだけだ。おい、それはお前の財布じゃねえぞ。それだ、このガキ。またじゃ帰国の移民か。船に紛れ込んできたんだろう。言葉が通じてないな。見せしめに通りの目立つところにしばらく吊るしておこう。海に放り投げるってのはどうだ。いや、右手をへし折ってやろうぜ。そんな、やりすぎです。私の財布は無事なんですよ。しっかり罰を与えて示しをつけねえと。何よりユーミルの民かもしれねえ。悪魔の血がその辺に紛れてちゃ夜も眠れたもんじゃねえよ。誰がスリだと言った。このガキの姉貴の財布だってな。ね、お姉ちゃん。ああ、弟がご迷惑をおかけしました。おい待て。あのガキどこに行きやがった。エレン、みんなであなたを探し回って。市場の少年、何があったの。ここは戦争で居場所をなくした人たちが集まって暮らしている。何もかもが奪われた。俺たちもそうだった。全ての自由を奪われるんだ。ミカさん、お前はどうして俺のことを気にかけてくれるんだ。子供の頃俺に助けられたからか。俺は家族だからか。お前の何だ。あなたは家族。おい、何やってんだてめえ。バカじゃねえのか。ちょうどよかった。